アプンプドクライとは MPD のためのアプンプ企画の DMR フロントエンドである。アプンプドクルはアプンプのキャップレストラック再生とペン褒めのオーメージやサービスをサポートする。補完的なアプリケーションとしてリンのソンカストレシーバーとセンダーもサポートする。ソンカストレシーバーの機能により Windows または Mac のシステムのオーディオのよく同期された マルチルームシステムでの再生が実装される。アプンプドクライのセンダー、レシーバー機能は外部の音源を含んだマルチルーム再生を Linux でも可能とする。バージョン1.2例以降はゲートウェイメディアサーバー機能を含み外部ストリーミングサービスのトラック参照と再生が可能である。このトラックはアプンプドクライインスタンスか他のローカルレンダラーにより再生される。 アプンプドクライはオープンソースで GPL ライセンスに基づいたフリーなものであり C により記述されているライブープンプとリバードクライアントライブラリーを使用する依存するライブラリーが少なく広く普及しているものでありインストールは極めて簡単である典型的は構成は家庭でのネットワークであり以下で構成される MPD は アプンプドくらいにより管理され、オーディオファイルに直接アクセスすることはない。設定された音楽ライブラリーは、空でも良い。ネイティブな MPD クライアントを使いたい場合は、アプンプドくらいは適切な解決法ではない。他の MPD、アプンプの統合方法を参照されたい。ポイント、アプンプネットワークを複数のデバイスで構成している場合、すべてのデバイスで、 同一のコントロールアプリを使いたいだろう。MPD は多機能で剣道な音楽再生アプリであり、ラズベリーパイや他のプラグタイプのコンピュータのような小さなコンピュータで十分稼働する。しかし、MPD は特別はコントロールアプリが必要である。アプンプドクルにより、MPD プレイヤーをアップンプコントロールポイントと共に制御でき、ソンカストのような同期した。 マルチルームオーディオやストリーミングサービスへのアクセスが可能となる。ありがとうございます。